78の仮想待機中で実体化した SCP-1608。アイテム番号 SCP-1608。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル。SCP-1608 の捕食対象であることが判明したすべての鳥類をエリア、78の鳥類飼育場に確保します。当該エリアの衛星画像は財団職員の手で加工します。機動部隊カッパ、11、レッド、バロンズ、の構成員は、SCP-1608 の現在の居場所を追跡、監視し、その状態をエリア、78へ報告します。収容中に機体が損傷することを避けるため、空挺職員は SCP-1608 の推定される居場所から150メートルの距離を維持してください。会場の職員は観測したすべての実体化事象を報告してください。収容が破られた場合、MTF カッパ、11構成員らは SCP-1608 の存在が仮定される場所まで移動して実体化を待ち、エリア、78へ誘導し直すための食料を解放してください。説明、SCP-1608 は地表から50から110メートル上空に存在するバレオノプテラムスクルス、通称シロナガスクジラです。体重は154トン、体長は29メートルと推定されており、ヒレには様式化された雲のようなデザインの刻印があります。さらなる観察は SCP-1608 の異常性質によって妨げられています。SCP-1608 は無形であり、ほとんどの時間を待機中で漂うことに費やしています。SCP-1608 は自身の動きを部分的にしか制御できていないようであり、食料もしくは自身が食料だと思い込んだ物体に向かって進もうと試みます。この間の SCP-1608 は観測が不可能であり、空知有の身体を追跡するためのあらゆる手法は無益であることが証明されました。SCP-1608 は物理的肉体を半時間ごとに1回実体化させ、無形に戻る前に16から20秒その状態を保ちます。SCP-1608 が実体化するのは呼吸と排泄のためであると仮定されています。食事の際、SCP-1608 は獲物が無形の胃袋内部に位置するように移動した後、それらを摂取するために1、3秒ほど実体化します。この効果により、SCP-1608 の無形状態と重なり合っていた他の固形物もまた SCP-1608 の身体に取り込まれます。収容以前、SCP-1608 はその急速な消費活動によって、高層待機中を飛行する数種類の鳥類を絶滅寸前まで追いやりました。加えて、SCP-1608 の体内に吸収された消費不可能な物体は、取り込まれた後のどこかの段階で排出されます。SCP-1608 が吸収可能な物質の量には上限がないように思われ、孵化質量を補填するようなサイズの増大も見られません。SCP-1608 由来のものからは、早くとも1776年まで起源が遡るアーティファクトも発見されています。SCP-1608 は数隻の捕鯨船による、巨大な空飛ぶクジラの目撃情報を日本の東京で活動していた財団エージェントが把握した後、1929年08月11日に初めて財団によって観測されました。その後の目撃情報は財団の調査動機となりましたが、当該以上存在に対する全ての調査は予算の関係で打ち切られました。収容は1976年、東京のエージェントが最初の報告書を再発見し、この異常存在のことを現地司令部に警告した後に開始されました。以前に報告された領域への簡単な偵察任務の後、異常な実態の存在は確証され、収容プロトコルが制定されました。1980年03月19日をもって、SCP-1608 はユークリッドに分類されました。ホイ SCP-1608 に摂取及び排出されたアイテムの記録。日付、吸収、摂取された物質。1928、最初の文書記録における報告。捕鯨船の一部を消費。これは報告された中で最も低空での SCP-1608 活動だという点に留意。1976年12月19日、SCP-1608 の生息が報告されていた領域を偵察中だった財団の飛行機1機を吸収。パイロットのエージェントバーンは MIA と報告された。
1980年03月11日、1898年頃のイギリスの捕鯨船の一部を排出、マストの物見台を含む。保存状態の良好な、身元不明の人間1名の遺体が物見台の内部で発見され、対象は SCP-1608 からの排出時に死亡したように思われた。1982年05月27日、1900年から絶滅種に指定されている鳥類、およそ324羽排出。の全個体はエリア、78の鳥類飼育場に収容された。1991年08月19日、少なくとも1776年頃まで遡るスペイン船由来の旗が SCP-1608 から排出された。旗は SCP-1608 の血液で染まっているように思われたが、SCP-1608 にはダメージが見られなかった。1999年07月7日、財団飛行機の残骸とエージェントバーンが排出された。検視によって、エージェントバーンは SCP-1608 から排出される際に死亡したことが示された。その他の異常は遺体や飛行機から発見されなかった。